79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Wednesday. 皆さん、明けましておめでとうございます。本日1月2日水曜日のハロードライブハロドラは、文章でしりとり、リからスタート、リコーダー、中島咲とだ、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 ダメ出しなモーニング娘。ワンナインの羽賀茜とハッピーニューイヤーモーニング娘。ワンナイン、しりとり氏はですね、新年明けましておめでとうございますな野中美希の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが、深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。さて今日の自己紹介をですね、椿ファクトリーの尾形梨沙ちゃんからもらいました。文章でしりとり、リからスタートというお題でしたけど、はい、なんか斬新でしたね。そうですね、まあでも新年一発目からいいお題だったかもしれない。ダメらしいとか言っちゃったよ。ダメらしいってダメらしされたばっかだった。いやそんなことないんですけど、だって言われたらちょっとダメらししか出てこなかった。やばい、植え付けられてるわ。ダメらしされるのね。いやー、新年一発目ですよ。開けちゃいましたね。ね、モーニング娘。ワンナインですか。はい、まだ言い慣れないんですよ。ね、まあ、言い慣れないというか、ワンエイトとワンナインが混ざって、うん、なんか自己紹介するときにどうしてもワンエイトって出ちゃいそうになるんですけど、こういうラジオ収録を終えた後だと、うん、まあ、今実際こう収録している時点ではワンエイトなので、あー、そういうことか。そういう時に自己紹介するときはワンナイトですみたい なんかワンナイトになるんですね。ワンナイトです。モーニング娘。ワンナイトって朝なのか夜なのか分かんない状況なので年末年始は割と頭がこんがらがるんですけれども、ワンナインになりました。なりましたね。なんかやっぱりさ、聞くの慣れないけどさ、はい、慣れてるんだろうね、1年後にはって思うよね。そうなんですよ、ワンナイン、すぐ慣れちゃう。すごいよね。ワンナインまで来ると本当に来年の20年になった時が2王とかなのかな。楽しみですよ。あ、もうワンで始まるの最後だなって思ったりとか。何確かに、うん、もうワンナンとかにはもうなんない。なんない。そうだね、100年経たないと。100年待たないと。100年続けるじゃん。すごいな。いやでもまあ心新たに、はい、頑張ります。今年もよろしくお願いします。お願いします。ということで水曜日はこんなメンバーでお届けしていきます。30分間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、ふつおたがかり。イエーイ。このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。まずは、ラジオネームマンハッタンボーイさんからです。ありがとうございま す。ナッキーテルアカネチン、こんばんは。こんばんは。今日はぜひこの時期に皆さんに聞きたいことがありメールしました、うん、お餅って皆さんどのように食べられてますか。お餅、はい、僕のお餅の食べ方についてですが、僕は一度網でこんがりきつね色に焼いた後、それを鍋に移して煮てから食べると、おこげと鍋で煮たおかげでもっちり度が増していい感じに美味しくなるので、このやり方で毎年お正月は食べています。ちなみに僕はきなこにつけて食べます。皆さんはお餅に何をつけて食べますか。きなこですか、あんこですか、はたまた普通に醤油につけて食べますか。ぜひ教えてください、うん、とのことです。すごいね。お餅食べますね。毎年食べたくなります ね。網でこんがり焼いてから鍋ってね、凝ってていいっすね。すごい凝ってる、うん、めちゃめちゃ時間かかりそうじゃないですか。でもこれが美味しいんだろうね、おこげの、うん。私はもう全然普通にレンチンして。ね、レンチンだね。そう、レンチンしてから、ね、今時だな。レンチンで、うん、レンチンしてから砂糖醤油かけて食べます。うん、砂糖と醤油で。あ、さっきそれやったことないんでね。本当ですか。美味しいんでやってください。本当に、いや、なんかもうめっちゃハマっちゃいそうで怖いんだよね、その味でやったら。確かに本当に美味しいです。本当に美味しそうだよね。本当に美味しいんで食べてみてください。なんかあります。私はですね、うん、やっぱり同じレンジでチン方式なんですけど、うん、だからこんな網で焼くとか全然やんないんですけど、網とか家にあんまないもんね。そうそうそう、あんまないね、うん、しかも鍋もわざわざ出さないですし、うん、そうだよね。そう、なので普通にレンジでチンして、チンしたものを、まあ野中家ではきなこ餅にして食べますね。ね、レンジでチンってさ、うん、トースターってこと？レンジ？レンジ？なんか水ね、をちょっとつけて、やったことない。なんか簡単にできるなんかお餅が売ってたりします。あ、レンジ用みたいな。うん、へー、あ、
そうなんだ。本当にあの時間短縮のため、うん、最近は近年それでずっとやらせていただいてますそう、美味しいからちゃんと。あー、そうなんだね、はい。ナッキーさんはどうですか。ナッキーさん、あ、いいね、そうだね、前回決めたのがあります。あ、えらい、よく覚えてました。ナッキーさん、はい、ナッキーさんはですねえ、でもさっき普通に海苔と醤油が好きかも。あー、いいですね、オーソドックスな、オーソドックスな一番。え、それこそ私それって食べたことがないです。私とももう砂糖醤油か、普通にあのどんど焼きとかっていう場になると、そのままもうアルミホイルに包んで焼いて何もつけないで食べるので。ね、どんど焼きって何。あの、お正月にこう、なんだろう、飾られてるじゃないですか、いろいろ、しめ縄とか、うんうん、それをお正月が過ぎた頃、1月8日9日あたりに全部地域で回収して、うん、それを山みたいに積んで、木とかでいろいろ積んで、だるまとかも積んで燃やすんですよ。あー、なるほど。え、だるまは去年のだるまってこと？今年の？その時に飾ってた去年のだるまです。あ、なるほどなるほど、うん、そこに書道を、自分で書いた書道も燃やすと、うんうん、その灰が上に上がると書道上手くなるよっていう説とかあったりとか。何それ、初めて聞いた。毎年やってて、そこでお餅焼いたりするんですよ。はあ、はあ、からそれで食べたことがないです、私。なるほど、ぜひ食べます。じゃあお互いチャレンジしてみよう。そうですね、チャレンジしましょう今年は。はい、続いて、はい、はい、ラジオネームともくん5番さんからです。ありがとうございま す。ナッキー、チェルピー、アカネチン、こんばんは。こんばんは。モーニング娘。ワンエイト秋ツアーファイナル武道館公演に行ってきました。ありがとうございます。生窪春菜さん卒業ということで、いろいろな演出やサプライズ、セレモニーも笑いあり涙あり、素晴らしい公演だったと思います、うん、12期の2人にとっては教育係ということもあり、思い入れもあったと思いますが、はい、当日の感想やエピソードがあれば教えてください。私も知りたい、うん、どうだった。なんかまず、うん、その発表してからの時間が短すぎて、うん、武道館の前日とかも全然、え、明日武道館なのみたいなぐらいの勢いで、うん、当日まで全然実感なく進んじゃったんで、はあ、大変でした。 その当日の感情が忙しかったです、うん、本当で、私は一番印象に残ってるのは、ゆくぼさんにみんなでサプライズをしたんですけど、 Only Youっていう曲で、うん、サビで愛しの君へっていう歌詞なんですけど、うん、その時にメンバー全員で飯久保さんの方向を向いて踊るっていう、うん、サプライズを仕掛けました。仕掛けました。やばいね。ダンスの先生と一緒にみんなで話し合って、うん、なんかやっぱサプライズって後半の方で来ることが多いじゃないですか。そうだね、うん、アンコール明けとかね。逆にまだちょっと気が緩んでる、うん、気が緩んでるじゃないですけど、まだサプライズないかなみたいな、うんうん、思ってる前半のところで入れようって言って、うん、あえて前半にサプライズを仕掛けました。それやばくない？そこでサプライズされたらさ、もう感情がさ、そう、いや本当に寂しいでいっぱいになっちゃいそう、うん、なんかもう、あの、尾形春菜ちゃんの時も工藤遥香さんの時も、うん、サプライズはみんなでしてるんですけど、はい、ダンスの先生、よしこ先生が考えてくださって、うんうん、それを聞くたびに誰かしら一人は絶対泣くって打ち合わせの時に、打ち合わせの時にえーって言って泣くっていう。いや、それはやばいっすよ。やばかった。どうだった、飯久保ちゃんの反応は。いや、もうなんかびっくりしたね、最初は。最初はもうびっくりして、うん、でもその後泣いちゃってる飯久保さんを見て、もう、うん、もらい泣きって感じでしたね。いや、やばいよ。感動したな、本当に。いいね。でもね、もう卒業されてね、飯久保ちゃんも、はい、なんかドレスがもう美しかった。ドレスが、飯久保さんが美しくて、なんかあんまりパンツ式のドレスってなかなか、うん、そうだね、今までも見なかったんですけど、うん、もうスタイリッシュなパンツに綺麗なこう後ろにドレスもついてみたいな、うん、で、飯久保さんのあのストレートの長いヘアスタイルに綺麗な顔立ちにっていう、もうなんかキラキラしすぎてて、うん、ね、尊かったです、めっちゃ、うん、尊い。そのドレス SNS で見たけどすごい可愛くて、うん、新しくて、本当に可愛い。いや、おしゃれだなと思った、はい、ドレスって自分でできるんだもんね。そうですね、でもすごかったよね、2日間違うドレスを着ていらっしゃって、ね、1日目がチョコレート色、2日目がハニー色っていう、元々のメンバーからと今のメンバーからの色で作ってもらってたんですけど、はい、そうですごかったです。でも今後もこう卒業された後も飯久保さん活動されていくので、うん、例えば今 VTuber のプロデューサーをされていたりとか、ね、今後何かね、また、うん、お仕事でご一緒できたらいいなって、はい、そうできそうだよね、うん、そうなんですよ、できると思う実現できるように頑張りたいと思います。私たちも、はい、続きましてこちらです。ラジオネームガシンさんからいただきました。ありがとうございます。チェルちゃん、アカネチン、ナッキーさん、こんばんは。こんばんは。
テルちゃん留学のお知らせ突然すぎて驚きました、はい、毎週ハロドラでテルちゃんの声を聞いてるのでとても寂しいです、うん、でもテルちゃんの決めたことなので応援します。ありがとうございます。さらにステップアップして常にオウさんオウさんとつぶやくチェルちゃんを楽しみに待っています、はい、ありがとうございます、ね、はい、そうなんですよ。12月末去年ですねから、うん、2月中旬まで短期留学をさせていただきます、うんうん、なので今このラジオが放送されている1月2日は、うん、私海外にそっかいるんですよね、はい、なので一生懸命勉強している最中なんですけど、うん、たくさん応援していただけたらいいなと思います、うん、頑張ってきますので、いや、いってらっしゃい、うん、私もびっくりだけど、うん、いいねやっぱこのさ、はい、なんていうの短期間き、うん、時期決めてパッて勉強してパッと書いてきて、はい、それは身になるし絶対に、うん、そうですね、うん、やっぱもともと英語が喋れるのもあって、うん、それをさらにスキルアップじゃないですけど磨こうっていう気持ちでいるので、うん、もっとアメリカになって帰ってきたいと思いますすごいな、はい、というわけでですね、はいはいはい、ハロドラも少しの間私お休みさせていただくんですけれども、うん、私も私のコーナーもパワーアップして帰ってきますので待っていてください、うん、そしてですねここで私の代打でハロプロのこのラジオを担当してくれる方を発表します、はい、小田さくらさんです。イエイエイエイ小田ちゃん、はい、そうなんです。小田さんにこうこのラジオをしばらくの間、うん、私がお休みさせていただいてる間担当していただくんですけど、うんうん、大田さくらさんへの応援メッセージや質問も受け付けているのでぜひぜひ皆さんメールよろしくお願いします、ね、どんな人なの大田ちゃん。そうですね、どんな人、なんか人とオーラが違う、うん、なんかオーラっていうかなんだろう、なんだろう、ね、貫禄がある、貫禄がある、あーなるほど、うん、なんか人生何回も繰り返してきたみたいな、あーそう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 、貫禄があって、それ思うわ。結構あのツッコミ担当なので、あ、そうなの、あのいくらでもボケて大丈夫だと思います。いやボケれないんだけどね、言ってもツッコミ担当です。あ、そうなんだろう。いやなのでそんな小田さんへのメッセージもよろしくお願いします、うん、というわけで宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。ここからは水曜日限定コーナー、本日はハロドラ似顔絵展覧会、イエイ。このコーナーは出題者が言葉だけで芸能人を的確に表現するので、それを回答者の2人が似顔絵を描いて誰かを当てるというもの。ただしその人のモノマネなどは NG です。あくまでも外見の特徴を伝えます。毎回ここで描いた似顔絵はブログに公開してますのでぜひチェックしてください。ぜひぜひ。さて今回の出題者は私中島咲です、はい、私が言葉だけで有名人を伝えますので、みきちゃんとあかねちんは2人の、はい、あその人物の似顔絵を描いてもらいたいと思います。皆さんもよかったら一緒にやってみてください。ぜひ、うん、じゃあまず1人目、はい、顔を大きめです。大きめでキャップかぶってる印象あるか、キャップ、キャップ、うん、で鼻も大きめで、鼻も大きめで眉毛は薄いです。なんか唾変なとこに、で目は見開くと大きいんですけど、うん、ちょっと怖そうな、ちょっとヤンキーチックな、こわもてな感じ、こわもてかな。で口も大きいですね。いや全部大きいっていうのがこの人の外見なんだけど、うん、もう一つの一面があって、はい、よく白塗りする。わかった、よく白塗りしてもう赤リップとかもわーつけたりとかする時もあるし、すごいなんだろうな、マッキーとかで線描いてるような感じで、顔をスケッチブックかのように使ってる時もある、ね、なるほど。スケッチブック、いろんな白塗りパターンがありますね。でも絶対わかると思う。わかりました。白塗り姿の方がよく見るから、うん、普通の顔があんまどれが見慣れてんだかちょっとわかんないくなっちゃったな。でもその白塗りみたいなところで、うん、割とヒントになってますよね。そうかもね、うん、それで分かっちゃった。白塗りが一番のヒント。白塗りしてなかったらちょっと難しいかも伝えるの。
ちょっと白塗り姿と普通の姿の時が最近見た、よく見る人かな。最近見るんじゃない、合ってるかな。できました、できました。 OK ですか、はい、じゃあ、あかねちんから、はい、いきます。お願いします。せーの、クッキーさん。お、あ、似てる、なんかちょっとミキちゃんは、私全然似てないんですけど、クッキーさん全然似てない。2人とも正解です。やったクッキーさん、よかった。やっぱ白塗りな印象あるよね。そうですね、柴田理恵さんとかの、あ、そうそう、あのモノマネと言いますか、柴田理恵さんのその顔真似や、顔真似っていうか分かんないけどやってる時は赤リップ塗ってるね。そう、そうかそうかそうか、でもすごいイメージあります。なるほど。続きまして、はい、2人目いきたいと思います。あ、なんか今日順調だよ。順調、順調、やったよかった。全問正解目指したいです。いやー、この人はね、難しいですか。髪の毛ツルツルが印象、うん、第一印象、あの丸卵型の顔をの輪郭してて、髪の毛はねツルツル、ツルツル、うん、あ、綺麗に卵型かけた本当だめっちゃ綺麗にかけたいいね。続きまして、おでこが広めですね。広め、はい、で、目がつぶらな瞳、つぶらな瞳、あのちっちゃめ大丈夫かな、ちっちゃめ、はい、細いですね、あのくっきり一重ですね、くっきり一重くっきり一重、あ、怖くない、つぶらない瞳で、はい、鼻は大きいですね。鼻は大きい、うん、で口も普通な感じですかね。分かったかもしれないな。で耳がね、ちょっと外側向いてる。別に耳気にしたことないから今気づいたことなんだけど、私も、うん、外側向いて感じだね顔はちっちゃかったと思う。おー、この人はもうツルツルの頭とつぶらな瞳、うんうん、なんかそれ言われたらわかる気がした。つぶら、待って 笑うとすっごい優しい顔になる。あけど基本眉間にしわ寄せて怒ってるイメージがあるかもね。怒ってるんだかふざけてるんだか、あえてそういう表情してるけど、でも潜在写真なのかな、これわかんないけど、すごい潜在写真は爽やかな印象の写真使ってますね。合ってるかな、なんかもうなんか面白いことになっちゃったけど、できました。はい、お、じゃあミキさんの方からいきましょう、はい、え、合ってるかわかんないけど、バイキング小峠さん。ほうほうほう、ほぼほぼ宇宙人みたいな顔になってるよちょっと頭テカらしてしまってちょっと申し訳ないですはい、あかねちんは、小峠さん正解なんだけど、ちょっと待って、イエーイ、全問正解、全問正解、いいね、このコーナーやってたはずじゃないですか。でもなんかもう2人が書いた小峠さんが面白すぎてこれちょっとぜひブログ見てほしいですね、はい、ぜひ見てみてください。面白いな、いや、よかった、伝えられて、嬉しい、よかったです、達成感ね、新年いいスタート切れてる感じで、ね、嬉しいです。皆さんはどうかな、よかったらハッシュタグハロドラつけて写真アップしてみてくださいな。はい、はい、もうぜひぜひ、はい、ということで、この絵は今回もブログに公開しますので、皆さん番組ブログもチェックしてみてください。はい、皆さんがコーナーに参加して描いた芸能人もツイッターでハッシュタグハロドラでツイートしてくれると嬉しいです。以上、似顔絵展覧会でした。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回のハロドラはどうでしたか。いや、新年ね、うん、一発目すっきりできました。すっきり、本当に最高です。イエイよかったよかった、はい、いや、もう新年一発目ということで、うん、ちょっとエンディングだけど、はい、みんなの今年の目標ちょっと言ってきましょうよ、うん、はい、どうですか。私、羽賀茜は2019年はブログをしっかり書こうと思います。おおなるほど。あんまりブログを毎日更新する人じゃなくて、だからできたら毎日更新できたらいいなって思います一回に力入れる人って言ってたもんね。そうなんですよ全部に力入れて毎日あげれたらいいなって思います。なかなか難しいですよね、はい、私の中は、まあ、いっぱい目標をなんか細々と立てたんですけど、うん、その中の一つがラジオにたくさん出演すること。へえ、まあ、あのラジオにゲストとして出演したりとか、いろいろなんかこう喋りでのお仕事も増やしていきたいなって
思う2019年なので、うん、ラジオを頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。でもそれこそさ、はい、海外行ってさ英語もっと学んだらさ、うん、向こうのラジオにも出演できたりできそうじゃない？できたら嬉しいですね。なんかすごいな、かっこいいな、本当にハリウッドみたいな感じまずはね日本のラジオもなんかいろんなラジオのゲストにも出てみたい気持ちもありますし、よろしくお願いします。いや、お願いします。中島はですね、はい、ねでもまだ目標決まってないんだよね。まだまあとにかく、はい、人とのつながりを大切にすることが目標っていうか、それを一番として日々を過ごしていきたいなって思いますね。大切っていう感じです。はい、ということでこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。さてここでモーニング娘。ワンナインからのお知らせです。私たちは現在ハロープロジェクト 20th アニバーサリーハロープロジェクト2019ウィンター U&I ニューエイジを開催中です。1月19日そして20日には大阪オリックス劇場での公演もあります。3月にはなんと岐阜県にも行かせていただきますので、今年もハロープロジェクトをよろしくお願いします。そしてですねもう一つ、はい、私今海外に短期留学をさせていただいているんですけど、その時の、私の何ですか今を、ブログなり SNS を使って、皆さんに何ですかお伝えしているんですけれども、 Facebook のアップフロントリンクというページでも私の日々を紹介しているので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。はい、そしてですね3月13日にはベストアルバムベストモーニング娘 20th アニバーサリーをリリースします。すごく盛りだくさんな CD になっていますので、ぜひチェックよろしくお願いします。そしてですねモーニング娘ワンナインラブオーディションが開催中です。はい、2月15日の金曜日までが受付になっていますので、小学5年生から高校2年生の皆さん、本当にモーニング娘が好きっていう方、ぜひぜひ応募お待ちしています。詳しくはオーディション公式サイトまでよろしくお願いします。では私中島咲からもお知らせです。1月19日神奈川芸術劇場から舞台悪魔と天使に出演します。2月9日からは大阪梅田芸術劇場メインホール、3月1日には愛知みその座にも行きます。豪華キャストの皆様でお送りしますので、中島咲もう必死で食らいついていきたいと思います。ぜひぜひ遊びに来てください。それでは、明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ水曜日、ここまでは中島咲とモーニング娘。ワンナイン羽賀茜と野中美希の3人でお送りしました。それでは皆さんまた来週。